まあ、例えば古代人の作った土器とか描いた絵画とかでも、これ作った人はなんか自分と同じことを考えてるかもしれないって思う時があるんですよね。なんか自分の絵も後から見た人が何か人と心を通わせることができるような、そういう絵が作れたら一番嬉しいですね。その白と黒が生き物になる瞬間を目指して、ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は銅版画家佐竹浩也。絵本の世界に魅せられ、モノクロのストーリーを描き続ける彼が目指すもの、生き物としての版画。プレスキーで手に感じる感触だとか、そういうもの、なんか体中の神経を使って形になっていくので、なんかこうインクと紙を超えてくる瞬間っていうのがあるんですよ。なんかこう突き詰めていくと、作品が生き物になるというか。見たいのはその瞬間だからこそ、彼が選んだモチーフ、まあ、自然のものはやっぱり好きですね。例えば植物でいうと種子とかつぼみとか、なんかこう何かになろうとしてじっとしているような形を見た時は結構気になるっていうか、モチーフを通して見えてきた世界をなるべく具体的に描きたいんですよね。自分の目を通して感じたことを形にしたい。ファンタジーではなく見てみたい世界を。なんかその僕の中では、まあ、色彩としての黒というよりかは、なんかこうモチーフを引き立たせるための空間だったりとか、土壌のような色彩を想像する、感じるぐらいまで豊かに描きたいですね。そのトーンとか。銅版画にこだわり、まだ見ぬ世界に思いを馳せる。白と黒の濃淡で優しい作品を生み出し続ける佐竹浩也の夢とは。やっぱり絵本を作りたいなっていう気持ちはありますね。だから自分のジャンルは銅版画ですけど、一枚絵で完結している作品が多いんですけど、まあ、世界にこういう風景があったらいいなっていう願いでもあるので、作品から飛び出してなんか現実になっていってくれたら一番嬉しいですけどね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家高橋雄二のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。